はい、グッティバルーンカンパニーの金谷さんです。これベロベロキャンディロリポップなんだけど、これを作ってみたいと思います。これ1本でできる、まずとても簡単にできるので、ぜひね子供たちもね覚えてみてください。それでは行ってみましょう。ここに置いておいて、1本だけです。1本の2609を使います。これをね、膨らませていきます。膨らます長さはこのぐらいかな。はい、いきますね。まずね、これかピンチツイストを表と裏あるからこれ2個作ります。まずピンチツイストを一発目に作るときはこう引っ張って擦れ合わないようにして、これをもう1つ作ります。さらに2個のピンチツイストができました。で、今度は、バブルを作ってこれを折り曲げます。こう引っ張ってます。そうするとこういう形になりますよね。で、次はこれをねこうこの溝に合わせるようにして巻いていく。その時に最初の1つ目はね大丈夫なんですけど、まあ、2つ目はちょっと気をつけてやった方がいい点があるので、あとすごく紹介しますね。引っ張ってます。今この状態です。もう一重いくでしょ。もう一重いく時にどうするかっていうと、カネさんのやり方はこうやって1回こういう風にたどります。そしたらだいたいこのぐらいかなって思うところがあるでしょ。それはねぴったりのとこなんですよ。ぴったりだったらちょっとね抜けやすくなるので、ちょっとちっちゃめなところ、そこを一回回してこれを輪にします。引っ張って回す。引っ張って回してこれを反対側に一回持ってきておいて、これをこの中に入れていくと、ちょっときついぐらいになるからちょっと体に押し付けてもいいし、ゆっくり丁寧に入れるとちょっときついぐらいが安定感が出ます。はい、でまあこの先はこうやってやってもいいし、はい、できました。とても簡単でしょ。ベリーイージーですよ。はい、ロリポップ作ってみてください。グッディバルーンの金さんでした。また会いましょう。サブスクリーブプリーズ。 Thank you so much。 じゃあね、バイバイ。